にちは、みなこです。今日は新発売の食品とか、食品系をいろいろ買ってきたので、そちらを実際に食べてみたいと思います。はい、はい、じゃあ食べていきたいと思います。はい、いただきます美味しそう。冷凍の、鶏肉とほうれん草のキッシュ、焼いてきたので、まずあったかいこちらから食べたいと思います。美味しそう。レンジで2分ぐらいチンして、オーブントースターで、まあ、2、3分焼くだけなので、すごい楽でしたね。はい、断面こんな感じです。美味しそう。タルト生地がすごいいい香りしますね。じゃあちょっといただきます。あ、ちゃんとしてる。キッシュって手づかみで食べるもんですかね手づかみで食べちゃう。このタルトのとこ食べてみます。ここ、おいしい。鶏肉にしっかりこう塩味がついてますね。タルトの部分はサクサクしてるんですけど、そんなにこうバターこってりとか、その味が濃いわけじゃなくて、タルトの部分はなんか普通にシンプルな小麦粉の味っていう感じで、ちょうどいい。卵のもそもそ感はちょっとあるけれども、でも鶏肉しっとりしてて、ほうれん草もちゃんと美味しいです。あ、いいですねこれ。タルトのところがちょうどいいサクサク感、美味しい。ベーコンとチーズのキッシュみたいなのもあったんですよね。あ、それも買ってくればよかったかな今度買いたいと思います。でもこれもすごい美味しいです。こんなおしゃれな感じの食べ物が冷凍食品で手に入るっていいですね。はい、じゃあ次はこの低糖質パンシリーズを食べたいと思います。1、2、3、4、5、6種類ありますね。まあ、低糖質パンシリーズもオーブントースターで焼いたりした方がより美味しそうですが、一旦こう焼かないでそのまま食べてみて、その後にオーブントースターで焼いたバージョンも食べてみたいと思います。まずこちらくるみチーズ食べてみます。くるみチーズの香りがすごいしっかりする感じ。はい、おー、いいですね。いただきます。美味しい。ちゃんとチーズの味と香りがしっかりするし、小麦粉を少しは使ってるんですよね。低糖質とは思えない、もうこれぞパンっていう香り。くるみの食感もして、すごいこれいいですね。これめっちゃいいと思います。これいくらだったんだっけ、150円とかだったと思うんですけど、低糖質パンってそんなに売ってなくって、低糖質パンってまあローソンとか、あとイオン系のお店とかでも少し売ってるぐらいなんですけど、こういうなんかおしゃれな感じの味の低糖質パンはちょっとなかったと思うので、すごいいいですね。無印いいですね。あれですね、賞味期限を長くするためにアルコールがちょっと噴射、アルコールが少し周りについてるみたいなので、そのアルコールの苦味みたいな、アルコールの匂いは少しするので、オーブントースターで焼いてそのアルコールを飛ばして食べた方がより美味しいかもしれないと思いました。ちょっと全部食べてみよう。はい、こちらじゃあクロワッサン食べてみます。はい、こんなちゃんと大きなクロワッサンですね。はい、クロワッサンいただきます。おいしい。すごいふわふわです。ふわふわ、めっちゃいいじゃないですか。このクロワッサンが賞味期限長くて、しかも低糖質ってめっちゃいい。バター入りマーガリン、バターよりマーガリンの味が強い感じがするっていう感じですね。美味しい。ちょっとこれもオーブントースターで焼いた方が美味しそうちょっと全部オーブントースターで焼いた方が美味しそうだけど、ちょっとこのまま食べるっていう方もいると思うので、ちょっとまずはこのまま食べた体
感じのレビューをしますね。チョコリング、はい。チョコリングいただきます。おいしい。あ、おいしいです。このもちもちっとした生地にこのチョコレートがよく合いますね。チョコレートのこのチョコレートペースト、うん、もちっとした生地にこのチョコレートペーストが合いますね。これは、これは焼かなくても、なんかこれはこれで焼かなくても美味しい感じ。うちのバターリング食べてみます。もちもち系ですね。バターリングの方はバターはそんなにバターの香りしないかも。これも絶対温めた方が美味しい気がします。うん、あ、でもこのままでも美味しいですけど、うん、ちょっとこのまま一気に全部食べちゃおう。シナモンロールです。え、ちゃんとシナモンがいっぱい乗ってますね。あー、シナモンのめっちゃいい匂いがします。あ、おいしい。シナモンのシロップの部分がちゃんと甘くて、すごい低糖質とは思えない、低糖質とは思えない味ですね。このシナモンロールも結構あのクロワッサンの生地っぽくて、マーガリン、バター入りマーガリン、マーガリンの味がしますね。こちらパンオショコラ食べてみます。はい、こんな感じ。あ、開けた瞬間チョコレートのめっちゃいい匂いがします。はーい、おー、うーん、あ、うーん、おいしい。結構苦味がちゃんとするチョコレートで、すごいおいしいチョコレートです。中に入ってるのスライスアーモンドもちょっと乗ってます。うーん、でもクロワッサンと同じような生地ですね。あとこれ全部このままでも美味しかったんですけど、多分オーブントースターで焼いたらより美味しいかなと思うので、ちょっと一回全部オーブントースターで焼いてきます。はい、オーブントースターで焼いてきました。めっちゃいい香り、いや、めっちゃいい香りがします。ついでにお茶も入れたんですが、これは、これも前に無印良品で買ったアップル&ルイボスティーです。うん、美味しい。ルイボスティー美味しい。あー、めっちゃいい匂い。やっぱり焼いた方が絶対美味しいと思いますね。まずはじゃあこちらクロワッサン、焼いたクロワッサン食べてみます。うん、おいしい。オーブントースターで2分焼いただけなんですけど、すごいやっぱ違いますね。表面がカリッとしてて、こうマーガリン、バター入りマーガリンって書いてあったんですが、バター入り、バターっぽい香りもして、すごい美味しいです。うん、でもやっぱり普通のクロワッサンよりはなんかさっぱりした味ですね。クロワッサンこれ一つで183キロカロリーなんだ。めっちゃクロワッサンにしてはカロリー低いですね。あの温めないでそのまま食べるともちっとした感じで、で、オーブントースターとかで焼いて食べるとちょっとサクってなりますね。くるみチーズを焼いたの食べてみます。うーん、あ、おいしい。本当に上に乗ってるチーズが本当チーズの味主張強めで、うん、めっちゃチーズ好きにはいい感じのパンですね。美味しい。じゃあこのパンオショコラ食べてみます。うーん、あ、チョコレートがちょっと溶けて美味しいですね。これもやっぱりクロワッサンと同じような生地だから表面がパリッとして美味しいです。うん。ではこちら、うん、シナモンロール食べてみます。
おいしい。あ、このシナモンソース絶対温めた方が美味しいです。シナモンの香りとこの甘さが最高ですね。これは低糖質とは思えない美味しさ。バターリング、バターリングどうだろう、そんなに思ってたよりバターの香りそこまでしないかもでも美味しいです。最後にじゃあチョコリング、あ、でもチョコリングは焼かない方がもちっとした食感があって美味しかったかもしれないです。チョコリングは、まあ、焼いてもいいんですけど焼かない方がよりもちっとチョコ感が楽しめていいかもしれないです。いや最高ですね。このめっちゃ美味しいパンが低糖質って最高だと思います。まあ一気にこんな6個も食べたらね、いくら低糖質でもちょっと太っちゃうとは思うんですが、今回はまあ動画だからいいかなと思って食べまくっております。一番美味しいおすすめだなって思ったのは、シナモンロールです。シナモンロール、こちらのシナモンロールです。めっちゃ美味しい。シナモンちゃんと甘くて、これは低糖質とは思えない。これ1個食べても糖質 7.4g ってすごい素晴らしい商品だと思います。サクッとクロワッサンっぽい生地ですごい贅沢な、太りそうっていう感じの味なんですけど、でもカロリー的には 187kcal だけだし、糖質も 7.4g ってすごい、めちゃくちゃこのシナモンロールは優秀だと思います。シナモンが苦手な方におすすめなのはパンオショコラ、チョコレートのパンオショコラがおすすめかなと思いました。チョコレート、まあ苦めのチョコレートなんですけど、それでもやっぱりチョコレートの香りってこうなんか甘いものを食べたっていう風になんか気分的に満たされるなと思うので、チョコレートが入ったパンオショコラもね、ダイエット中に全然甘いもの食べられない、でも今どうしても食べたいっていう時にすごいいいんじゃないかなと思いました。オーブントースターとかで焼かないで食べるよっていう場合はこのチョコリング、チョコリングが一番美味しいと思います。チョコリングはね、焼かないでもちっとした食感を楽しみながらチョコレートの味も楽しむみたいな感じで食べるのがすごい美味しいんじゃないかなと思いました。なんか全体的にクロワッサンっぽい生地なんですけど、くるみチーズだけは食べ応えっていうんですかね、もうお昼ご飯とか朝食として食べたいよ、がっつりこうお腹を満たしたいよっていう方はくるみチーズがいいんじゃないかなと思いました。あのコストコのディナーロールパンにチーズかけて、あとくるみも加えましたみたいな感じで、結構しっかりとしたお腹の満たされるパンっていう感じがしたので、お腹を満たしたいパンが欲しいよって方はくるみチーズがいいんじゃないかなと思いました。でこのくるみチーズは絶対あのオーブントースターでちょっと焼いて食べた方が美味しいと思います。その方がチーズの香りもすごいするし、なんかこうアルコールのちょっと香りとか苦味とかもあの焼くことで飛んでくれる感じがするので、焼いた方が美味しいかなと思います。では最後は、お菓子を食べて締めたいと思います。せっかく低糖質のパンなのにめっちゃ大量に食べて、こんなお菓子とか食べたら全然意味ないような感じですけど、まあ、今回は無印良品の商品レビュー動画っていうことで、それはあの許そうと思います。全部食べたことあるかな、この大豆チョコ、大豆チョコちょっと食べたことがなかったので食べてみます。あのチョコボールの中が大豆みたいなことですよね。はい、こんな感じです。いただきます。あ、おいしい。この大豆の香ばしい感じの味がチョコレートとよく合います。おいしい。チョコレートそんなにこうそんなに甘くないチョコレートっていう感じで、なんか甘ったるいチョコ苦手だよっていう方はこの大豆チョコすごいいいんじゃないかなと思います。おいしい。あのチョコボールとかより全然甘くないです。甘さ控えめっていう感じです。ピスタチオクッキー食べます。ピスタチオとバニラのクッキーですって。あ、めっちゃいい香り。おいしい。このなんか低糖質パンを食べた後にこの糖質たっぷりのクッキーを食べるとすごい美味しく感じますね。なんかすごい甘く感じますね。すごい美味しい。なんかおしゃれな味ですね。ピスタチオの味なのかこれが。
うん、美味しい。なんか濃厚な感じのバニラの香りもちょっとするのか、なんかおしゃれなクッキーの味がします。美味しい。いやでもなんかさすがにでもお腹いっぱいになったので、ちょっとこのお菓子はまた、なんか後でちょこちょこと食べたいと思います。いいですね。この量り売り別にすごい安いわけじゃないけれども、個包装になってるからいっぺんに大きい袋で開けちゃってなんか後半しけっちゃったみたいなことがなく、ちょびっとだけ食べたいよっていうことが多い方にはこの量り売りで小分けで買えるっていうのすごいいいんじゃないかなと思いました。また無印良品いたら利用すると思います。はい、はい、ということで今回は無印良品で購入してきたものの紹介と気になる食品を食べてみるという動画でした。何かの参考になりますでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。